こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、皆さんいつもと違った環境で動画をお届けしたいなと思っています。僕が今日お邪魔しているのはですね、無印良品さんの銀座店ですね。こちらにお邪魔しまして、春の新作の中からこれはぜひ皆さんにチェックしていただきたいというものをですね、どんどん解説をしていきたいなと思っています。まあ、今年はですね、結構冬暖かいので、春の新作早くも気になっている方多いかなと思うんですね。まあ、冬の着こなしをそのままするのではなくて、なんか着こなしの中に1点とか2点だけでも春物をうまくミックスさせてあげると、だいぶ新鮮な感じになるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、結構今から使えるものも多いかなと思うので、今回の動画参考にしながらですね、春のお買い物を楽しんでいただきたいなと思っています。まあ、冒頭はこのあたりにして、まあ、今日銀座店ということで、まあ、とにかくですね、もう商品数が多いんですね。僕も日頃からよくお邪魔していまして、この場所で撮影できるというのはめちゃくちゃ嬉しく思ってるんですね。今回ちょっと無理を言って店舗をですね、ちょっと朝早い時間に開けていただきまして撮影したいなと思うので、なるべく多くの商品を皆さんにご紹介ができればなと思っています。じゃあ早速行ってみましょうかね。今僕がいるのがですね、こちらが3階ですが、まあ、ここもね、結構メンズの商品がたくさんありまして、まあ、正面来るとですね、いろいろこう、トルソーにね、マネキンにいろいろとこう、着せてありますが、春っぽい雰囲気になってますね。すごくね、今っぽい雰囲気にだいぶアップデートされてるのを感じるわけなんですが、まあ、まずね、気になったのは、まあ、このあたりの春のライトなアウターですね。まあ、定番的なね、こういったジャケットではあるんですが、商品名がフードジャケット、撥水のものなんですけども、まあ、基本的にはですね、ブラックだとか、このあたりは割とですね、よく見かける感じかなと思うんですけども、これの僕はですね、色、これ表記は何になってるのかな、表記がですね、ライトベージュ。これすごく良くないですか。春らしいカラーでパッと明るくなるので、これちょっといいなと思ったので、早速これから羽織ってみたいと思います。はい、ということで実際に着てみましたが、いかがでしょうか。ちなみに僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、今回はですね、いつも M サイズを着ることが多いんですが、少し今っぽい雰囲気で着たかったので、ワンサイズアップで L サイズを選んでみましたが、すごくいいですね。まあ、デザイン自体は無印さんらしいですね、ミニマルな仕上がりになっていまして、表面の質感もツルッとしていて、すごくね、上品に大人っぽく着れるようなデザインになっているんですが、なんといってもやっぱり色合いがいいですね。春らしいライトグレーになっていて、柔らかい色味なんですね。僕もこういったちょっとフード付きのアウターはいろいろと持ってるんですが、だいたいこうネイビーだとかブラックみたいな重ためのカラーになりがちなんですけど、そうすると結構人と被ったりするんですが、このライトベージュだと結構春らしさもちゃんと漂いますし、人との違いも出せるので、すごくいいカラーだなと思いました。まあ、着ている感じもすごく軽くて楽ですし、まあ、撥水性もあるので、そのあたりも含めてなんか持ち運びもしやすいですし、一着持っておくとめちゃくちゃ便利なアイテムかなと思いますね。まあ、T シャツの上にさらりと着るのもいいし、あとはもうシャツの上とかにもさらりと着るのはいいかなと思うんですね。例えばシャツはこっちの方にもいろいろとありますが、こういったブルー系のバンドカラーシャツ、このあたりも使いやすいと思うんですよね。こういったちょっと襟がスッキリとしたものを内側に入れてね、こういったライトなアウターを羽織ってもらってもすごく便利かなと思うので、これはかなり使いやすいかなと思いますね。うん、シャツも色々とありますね。レギュラーカラーのものもありまして、こういったちょっと最初からね、程よいこう、シワ感があって、こなれ感が出るような、こういったシャツなんかもすごくいいと思いますし、まあこれのストライプバージョンなんかもすごくいいですよね。まあサイズ感ですよね。ゆとりのあるシルエットにちょっと見直しをされたということで、一枚で着てもちゃんとこう、カジュアル感が漂うようなフィッティングになっているので、まあすごく最近の無印さんは、なんか今っぽさを感じるようなものが多くなってきたなっていう印象ですね。ということで、まず1着目はですね、こちらの、まあ、ライトベージュのアウターですね。ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。続いてですね、ちょっとこっち側に行きたいなと思うんですが、やっぱりニットですよね。ニットといえば僕ら大人世代には欠かせないようなアイテムかなと思うんですが、春らしいカラーリングになってますね。すごくね、いろんないい色が出てきてます。例えば、こういったライトグレーみたいなもので、モノトーンで合わせてもらうのもいいと思いますし、あとは春らしいですね、こういった、オフホワイトっぽい色ですね。こういったものも華やかでいいかなと思うんですが、中でも僕が推したいなと思うのが、この色ですね。
色の表記はですね、スモーキーブルーですね。この表現が無印さんらしいなと思うんですが、ちょっとこうくすみ感のあるブルーで、ただ爽やかというだけではなくて、ちょっとこうこなれ感があるようなブルーになってまして、これは差し色としてすごくいいかなと思うので、ちょっと着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたが、いかがでしょうか？これも爽やかな色合いで、すごくいいですね。なんかメンズの着こなしとしてはやっぱりブラックだとかネイビーが多くなりがちなんですが、まあブルー系なんですけども明るいのですごく差し色にもなりますし、まあネイビーの延長線上で着てもですね、そんなにこう派手さが出すぎないので僕ら世代には使いやすいかなと思いますね。まあブラック系のパンツ合わせてもらってもいいですし、あとはですね、ちょっとホワイトっぽい感じの、パンツでも相性いいかなと思いますね。まさにこちらのマネキンがこう着てますよね。内側はこう白 T を覗かせつつ、レイヤードを作ってあげる。そのあたりは同じですね。それに対して、ブラックパンツも良ければ、こういったタック系のパンツですね。まあ、これも使い勝手いいんですよね。ここにタックが入っていて、まあ、もんわりゆとりがあるんですけど、膝から下、テーパードが効いているっていう、まさにこう今っぽいボトムスで着ていただいてもすごくいいですね。その流れで、このアウターもめちゃくちゃいいですよね。いわゆるこう MA1 みたいな雰囲気なんですけども、これシャカシャカ系の素材ではなくて、割とコットンのですね、自然な無印さんらしい世界観で作ってあって、これもね、なかなか良さそうなので、ちょっと羽織ってみますね。これ。うん。で、一応開けてみると、中綿になってるんですよ。なので、割とこう、ライトな見た目に見えるんですが、今時期でも、まあ、12、3度超えてくれば、割と内側着込めばいけるんじゃないのかなっていう感じなので、これは早くも活躍しそうですね。ちょっと上羽織ってみますね。はい、実際に羽織ってみましたが、いかがでしょうか。まあ、羽織った感じとしては、軽いんですよね。商品を見てみるとですね、カポックを使っているということで、すごく楽なんですよね。軽くてサクッと着れるというところ。この、やっぱり着心地の良さというのは、最大のポイントになってくるかなと思うんですが、表面の質感もですね、ややこういったシワが入るような形で、こなれ感が出るんですね。このあたりも含めて、なんか雰囲気いいですよね。自然な見た目で、ライトに着ていただけるような、そんなアウターになってるかなと思いますね。で、色の表記が、これちょっとブルーみがかってるんですけども、ミディアムグレーなんですね。ミディアムグレーと、今着てるこちらのニットの相性もすごくいいので、こういった形で着こなしに取り入れてもらうのもいいかなと思いますね。まあ明るくするならこういったオフホワイト系がいいかなと思いますし、男の定番的なブラックで合わせてもらっても使いやすいかなと思うので、これはなかなかいいんじゃないですかね。そしてカポックといえば触れなくちゃいけないのがこちらのね、デニムのカバーオールですよね。僕も動画の中で結構ご紹介してリアルでガンガン着てるんですが、まあこれはね本当に使い勝手いいですよ。カポックコンなのですごく軽くて、見た目は結構ずっしりとした雰囲気あるんですけども、着心地はライトで着やすいんですね。これとライトブルーのニットは相性良さそうなので、ちょっとこれも合わせてみたいと思います。はい、着てみました。もう大鉄板ですね。もう着ててなんか安心感があるというか、もう日常的に着てるので、すごくね、着心地が良くてすごくいいなと思うんですが、このちょっとインディゴブルーと、このくすんだブルーの感じがすごく相性がいいので、ブルー系でグラデーション作ってあげるといいかなと思います。ボトムスは結構いろんなもの合ってくるかなと思うんですが、やっぱりね、ホワイト系のパンツかブラックっていうのがいいかなと思いますし、ちょっとオリーブ系のパンツでワークっぽさを出してあげるのもいいかなと思うので、まあこのような形でニットと合わせていただくのもいいかなと思いますね。意外と様々な使い方できるので、内側シャツでもいいし、ニットでもいいし、いろんな着方、皆さんに試していただきたいですね。あとですね、そう、これも見たかったんだよな。これは確か昨日か一昨日ぐらいの動画にちょうど出したと思うんですけども、このね、ボートネックのボーダーカットソーね、これも無印さんらしい商品かなと思うんですが、すごい使いやすいんですよ。これをね、内側に入れてあげるのもすごくバランスが良かったりするので、上半身をちょっとカジュアルな感じにしてボトムスで引き締めてあげるっていう着方もできるんですけども、まあいわゆるですね、こういったボーダー系のカットソーの中でも割と生地がそんなにこう張り感が強すぎないので割と着やすいんですよ。ゴワゴワした感じだとちょっと肌触り痛いなっていう感じることもあるんですが、これは気持ちがいいんですね。そして首元のね、設計も飽きすぎないようなバランスになっているので、このあたりも含めて使い勝手がいいので、まあこういったものを内側に入れながら、またバリエーション一つね、増やしてもらうのもいいかなと思うので、ぜひ皆さん試していただきたいなと思います。まあカバーオールも結構いろんな色あるんですね。
僕が見たのは、持ってるのはこちらまさにインディゴブルーなんですが、こういったオフホワイトみたいな清涼感あふれるものもあるし、ね、中にはこういった、ちょっとこうね、ビビッドな色合いですね。表記で言うと、これがダークマスタード。これなんかもまた渋みがあっていいですよね。ほんとね、いろんな色にね、トライしてみるのもいいかなと思うので、個人的には、まあこちらのインディゴブルーもいいんですが、ちょっとなんか2枚目。この色いいんじゃないですかね。春らしくて。ボトムス深めにしといて、上半身明るめにするという意味では、結構こういったオフホワイト系もいいかなと思うので、ぜひトライしていただきたいなと思います。続いてちょっと後ろに回ってきましょうか。こちらが、フード付きのパーカーがあり、ね、このあたりも使い勝手がいいですけども、ボトムスですよね。まあ、タックワイドパンツね、先ほどマネキンに着せてあったものなんですが、これもね、大鉄板ですよね。で、ホワイト系のちょっと明るいカラーが1枚あると便利かなと思いますし、あとはやっぱりブラック系ですね。このあたりは間違いのない選択かなと思います。まあ、タックが入っているクラシカルな雰囲気ですね。腰回り。まさに今のボトムスという感じがしますが、もも回りゆとりがありつつ、裾あたりはですね、膝から下にかけて細くなっていくので、そんなにダボっとした感じは強くなりすぎないので、このあたりもね、素晴らしい設計だと思いますね。従来の無印さんだと僕はイメージできなかったような感じだと思います。まあ、かつての 2,3 年前まではなかったような雰囲気なので、このあたりのボトムスも含めて揃うのは非常にありがたい点かなと思いますね。ああ、こちらイージーパンツとかもありますね。イージーパンツもこれもね、一度買ったことがあるんですが、使いやすいですね。デニムタイプの総ゴムになっているボトムスですね。割とこうストンと落ちるような感じなんですけど、太すぎないので、これも使いやすいので、一本持っておくと便利ですね。結構カバーオールとホワイトも相性がいいので、このような形で合わせていただきたいなと思います。はい。続いて、じゃあ隣のゾーンに行ってみましょうかね。まあ、ほんと店内広いのでね、ちょっとこちらの方はビジネスを意識したようなアイテムも比較的多い印象なんですね。その中でこういったセットアップなんかも含めたりしますし、まあ、ネイビーだとベーシックな印象なんですが、結構ね、良さそうだなと思ったのが、こちらの、ちょっとストレッチの入ったジャケットなんですけども、ストレッチジャージージャケットですね。モカブラウン。この色合いがね、かなりいいなと思いました。定番的なネイビーブラックに飽きた方は、ちょっとジャケットだけでも、こういった色合いを持っておくと、かなり便利かなと思うので、ちょっとこちらを着てみたいと思います。着てみましたがいかがでしょうか。これはやっぱり色味がすごくいいですね。ベージュだとかちょっとブラウン系のジャケットとかセットアップって結構僕の中では好きなんですけど、ちょっとした色味の違いでそれがハマったりハマらなかったりが分かりやすいアイテムだなと思うんですね。例えばそれがこうブラックだとかネイビーだとそこまで違いが出ないんですよ。やっぱ色自体が深みがあるのでそこまで失敗はしないんですが、こういったベージュブラウン系はすごく難しいんですね。ですが、非常にいい色合いです。深めのベージュ。まあ、ブラウンという表記なんですけども、ベージュとブラウンの間ぐらいの、すごくね、いい色合いに仕上がっていまして、表面の微光沢感もすごく上品でいいかなと思います。そして、ストレッチが効いているので、すごく着やすいんですね。もちろん、こう、セットアップで合わせていただくのもいいかなと思うんですが、まあ、上下、ね、こういったベージュ、ブラウン系だと、やや抵抗感あるかなって方でも、ボトムスブラックとか、そういった形で合わせてもらえば、単品でも使えるので、かなりこれは使い勝手いいなと思いますね。もちろん、お仕事で使うのであれば、内側にはシャツを合わせていただくのがいいかなと思うんですが、例えばですね、まあ、ストライプ系のこういったシャツなんかで合わせてもらって、なんかニットタイなんかで合わせてもいいかなと思いますし、様々な使い方ができると思います。で、意外とですね、オフで T シャツの上にこういった形でサイトを羽織るみたいな着こなしもハマりやすいかなと思うんですね。ベージュ系で安心感あってサクッと着れるようなジャケットってなかなか見当たらないので、これ結構名品だと思います。ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。はい。で、続いて裏に行ってみましょうかね。こっちの裏にもね、いろいろと気になるものがあるんですよね。そう。やっぱりこれも、音楽兼用できるようなアイテムの一つかなと思うんですが、いわゆるこう、ステンカラーコートですね。まあ、春に使えたりだとか、また秋にも使えるような、まあ、2シーズン対応しているようなコートになってまして、まあ、そろそろですね、季節的には、まあ、春、
ということで、ちょっとこうアウターの色味だとか素材感もやや軽くしていきたいなって方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあそんな時にステンカラーコート1枚あると便利なのかなと思います。ベーシックなコートなので、あえてこうブラックとかネイビーではなくて、こういった春らしいベージュを持っておくと便利かなと思うので、ちょっとこちらをですね羽織ってみたいと思います。はい、ということでコート着てみました。これまた軽いんですよね。ロング丈のコートってやっぱりこう長さがあるのでずっしりくるものが多いんですが、サクッと羽織りやすいような軽量な仕立てになっていまして、これまたベージュの色合いがすごくいいですね。先ほどのねちょっとこうジャケットの雰囲気とはまた違うんですけども、非常に使いやすいようなベージュに仕上がっていますね。表面の質感もすごくいいし、まあ、サイズ感もですねやっぱりちょっとこうゆとりがあって今っぽい雰囲気に仕上がってるかなと思いますね。まあ、お仕事でセットアップの外側に着てもらうのもいいと思いますし、あとはオフで着るのであれば、先ほどご紹介したこういったボーダーのカットソーですね、内側に入れてあげて、そしてこのような形で切れ目とカジュアルのバランスをとってもらうのもいいと思いますし、あとはニットなんかでも合うと思うので様々な着方ができるかなと思います。まあ、これで M サイズなんですが、まあ、正直 S でいいぐらいですね、しっかりと身幅も含めてとってあるので使い勝手いいなと思いますね。撥水も効いてるので、このあたりもねちょっと雨に打たれてもですね全然大丈夫なので、すごく一着持っておくと便利な男のベーシックアイテムかなと思いますので、ぜひ皆さんトライしていただきたいなと思っています。はい、で続いてですね、今3階にいるんですが、ここだけではなくてですね、もう一つ下の売り場ですね、こちらにもですね魅力的なものがあるので、ちょっとフロアを変えて皆さんにもご案内をしてみたいなと思います。はい、2階に来ました。こちらはですねちょっと和紙を使ったシリーズになっているみたいでね、ちょっとなんか素材使いがちょっといつもとは違って魅力を感じるんですが、まあそういったところもいいんですけど、純粋にデザインがこれめちゃくちゃいいなと思って気になってるのがこちらですね。まあいわゆるこうジージャン的なアプローチのアイテムなんですけども、ワシコンデニムですね、ジャケットということで、まあ軽い繊維なのですごくね持っていた感じも重量感がなくてさらりと着やすいんですね。和紙を混ぜることでこの表面の質感さらりとしていて、割とこう毛羽も立ちづらくなっているので、そのあたりも含めて長く着てもすごくね使いやすいんですけども、デザインもすごくいいですよね。まあデニムジャケットのベースなんですが、ポケットなんかは割とこうスッキリとした印象ですね。大きくこうポケットがつくのではなくて、割とこうミニマルに仕上げてあって、それで後ろから見た感じもちょっと可愛くて、ちょっとこういった感じでリブ強めに入っているので、キュッとね絞まった感じなんかもすごくバランスいいなと思うので、これはちょっと着てですね皆さんにお見せしたいなと思います。あとはシャツですね、これもねすごく雰囲気いいなと思いました。細かなこのストライプ柄なんですが、ちょっと和紙が入っているということで、表面にちょっとこう洗いのかかったような質感ですね、シワが入った感じがちょっとこなれ感があってすごくいいですね。襟型もちょっと変わっていまして、ちょっとねこうアウターチックな襟型になっているのがバランスいいなと思いますね。ベーシックに見えて割と凝っている、背中にもねこういったタックが入っていて、割とこの見え方がですね凝っているので、後ろ姿も含めてなかなかバランスがいいかなと思うので、この2つを実際に着ながら皆さんにお見せしてみたいなと思います。はい、ということで実際に着てみましたがいかがでしょうか。なんか普段の自分のスタイルにすごく近くて、このまま帰れそうな感じぐらいですね、しっくりきてるんですが、これめちゃくちゃいいですね。着た感じも軽いし、デニムの色もですね、少しだけ洗いがかかっていて、クリーンさはあるんだけども、ちょっと味わいも感じるような、そういった質感になってますね。で、ポケットも胸にちょっとあるんですが、外側についてるわけではないので、ミニマルな雰囲気ですね。まあ、デニムジャケットっていうと、かなりカジュアルな印象があるので、なかなか大人世代の方が着ると、似合うのかなと思う方も多いかなと思うんですけど、これ結構上品に見えるので主役級で使えるようなアイテムになってるかなと思いますね。やっぱり質感和紙が混ざることでちょっと独特な風合いが出るので、このあたりも含めて皆さんにお勧めしたいですね。デザインも結構細かなところまですごく配慮されているのでバランスいいなと思います。まあ、ちなみにサイズ少しゆったりめになってるんですが、あえてワンサイズ上げて L サイズを着ていますので、まあ通常サイズでもいいですし、少しトレンド感強く出したい方はワンサイズアップで着ていただくのもいいかなと思います。で、内側にはこのストライプのシャツですね。この着こなしそのままで使えそうですね。これもね、結構細かめのストライプで、すごくね、この雰囲気もいいですね。
やっぱり最初からこの張り感が強いと言いますか、割とこのこなれたシワの雰囲気とかがカジュアルなシャツにはぴったりの見た目になっているので、すごくバランスいいですね。これでデニムのジャケット自体がカジュアルで、内側にシャツを入れることでちょっとこう小綺麗な雰囲気も漂うので、バランス取れるかなと思うので、このままでぜひ皆さん楽しんでいただきたいなと思います。ちなみにここ腕の部分ね、袖こうまくっていただいてもですね、生地ちょっとこういった感じで、ね、出てくるので、切り替えでね、このあたりも含めてちょっとこう春 T シャツの上にさらえて着るのもいいんじゃないのかなと思います。様々な着方ができそうなので、ぜひ皆さんこちらもトライしていただきたいなと思います。ちょっとこう取り扱う店舗自体は多くはないかなと思うので、オンラインですとかそのあたりでぜひ皆さんでチェックしていただければなと思います。はい、続いてラストはですね、皆さん見ていただいてわかる通りムジラボさんですね。まあ、ここはですね、なかなか近くにお店がない方もいらっしゃるかなと思うんですが、やはり銀座店しっかりとスペースがあるので、ここも皆さんにね、商品をどんどんご紹介できればなと思います。まあ本当にね、クリーンでミニマルで、まあ、デザインがねかなりこう洗練されているのでファンも多いかなと思うんですが、こちらのまた春夏も立ち上がっているので、まあ、早速見ていきたいなと思うんですが、このね、いきなりバッグも良くないですか。これかっこいいっすよね。うん、これも何年製の素材なのかな、燃えにくい素材を使ったトートバッグということで、ね、そういった機能的な部分も踏まえていいんですけども、純粋にかっこいいっすよね、これ。うん、こういったトートバッグでオールブラックっていうこのシャープさが個人的にはすごくいいなと思ったので、どっかのブランドかなと思うぐらいですね、すごい洗練されてる雰囲気なので、これ普通に欲しいなと思いました。オールブラックでね、このあたりこう小物も揃っていて、こういったキャップもすごくいいですし、あとはエプロンまであるんですね。なんかキャンプでも使えそうな感じしますよね。キャンプ僕もやるんですけども、結構エプロンもカジュアルな感じもいいんだけど、ちょっとミニマルでシャープな感じを持ちたいなと思ってるので、このエプロンもね、ちょっと見ていただいて、このままかっこいいですし、使い勝手良さそうですね。そしてこちらのゾーンですね。まあ今期のやっぱり主役級のアイテムがいろいろとあるんですが、まあこのあたりはめちゃくちゃ使いやすそうですね。まずボトムス見ていきましょうか。カーゴパンツ。これもね、すごくミニマルなデザインになっていて、大人っぽくて着やすいなと思うんですね。まあカーゴパンツというと、やっぱりワークだとかミリタリーの要素を感じるような、割とこうね、カジュアルなイメージが強いんですが、やはりムジラボらしいですね、クリーンでシャープなデザインにですね、リモデルされているので、これはかっこいいなと思いますね。サイドのポケットもそんなにボリューム感出ないですし、素材の質感もこうしっとりとしていて上品なので、このあたりはちょっと実際に着てみたいですね。で、素材が汚れが落ちやすいということで、特にね、こういったちょっと明るめのカラーの場合は、汚れ気になる方多いと思うんですが、汚れが落ちやすいので、まあ気軽にね、履きやすくなってるかなと思うので、ちょっとこちらも履いてみたいと思います。また、それに合わせて、アウターですよね。同素材作っていて、これが先ほど試着したんですけど、すごい良かったんですよね。このブルゾン。うん、まさにね、この上品な雰囲気出ていて、色がこちらはですね、グレーなんですね。グレーなんですけども、かなりこう、ベージュっぽさもありますし、曖昧なカラーになっていて、すごく色が綺麗だったので、ちょっとこちらも合わせて着てみたいと思います。はい、着てみましたがいかがでしょうか？これはめちゃくちゃいいですよ。サイズ感もやっぱりちょっと最初からゆとりがあって、今僕が着てるのが S なんですけども、かなりゆったりめですね。無印さんの最近の商品は結構ゆとりのあるものも増えましたが、それよりもだいぶですね、サイズ感もゆとりがあって今っぽい雰囲気出てるなぁと思いますね。この脇の部分にもですね、切り替えがあって、肩のラインもちょっと落ち気味のですね、すごくバランスのいい仕上がりになってますね。で、色もですね、これ単品で置いてあるものよりも実際に着てみると、よりこうクリーンで綺麗な感じといいますか、柔らかさが出るので、これ着てみた方がよりですね、魅力が伝わりやすいかなと思いますね。まあ、その部分をこう絞ることができて、またこう丸みのね、出したようなシルエットも作れるので、これはなかなかいいんじゃないですか。春のちょっとしたこうライトのアウターとしては違いもしっかりと出せると思いますし、ちょっとね、こうミニマルな雰囲気の中にデザイン的な特徴もしっかりと込められた一枚になっているので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいですね。
そしてボトムスカーゴを合わせてますが、これもすごくいいですね。生地もね、ちゃんと厚みがあるので、重厚感があるんですよね。このあたりも含めてすごくいいですね。シルエットこれも S 着てますが、かなり太さがあるんですけども、生地の厚みがあってしっかりとドレープも出るので、だらしない感じがしないんですよ。でサイドのこのポケットもですね、そんなに立体感がなくて平面的に付けられているので、このボリューム感強すぎると割とカーゴパンツはカジュアル見えしてしまうんですが、これもなかなかバランスいいですね。裾幅もしっかりとあるので、割とボリューム感ある靴でも収まりがいい。このあたりは個人的にすごく大事なポイントだなと思っているので、そのあたりも含めてもう完璧な一歩に仕上がっているので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思います。そして最後ですね、このブルゾンも僕はぜひ皆さんにご紹介したいんですよね。はい、これも単品で見るとすごくね、シンプルに見えるんですが、着るとすごくかっこよかったので、最後こちらを着て皆さんにご紹介したいと思います。はい、続いてラストですね。こちらのですね、ブルゾンもめちゃくちゃかっこいいですね。サイズ感もかなりゆとりがあってですね、肩も丸みのある雰囲気になっていて、こういうのは正直やっぱり着てみないとわかんないですね。商品単体で置いてあっても、そのどういった感じになるのかなって僕もイメージがわかなかったんですが、着てみるとやっぱりこなれ感あってすごくいいですね。でこれも素材的に燃えにくいっていうところもあるので、例えばキャンプシーンなんかでも使えるかなと思うんですけど、結構キャンプで着るものって僕は悩むんですよね。焚き火とかするとやっぱりね、ちょっとこう燃えちゃうんじゃないのかなとか、穴開いちゃうんじゃないのかなっていうところが心配なんですが、そこも気にせずに、だけどもスタイル的にはこうなんだろうな、アウトドア感満載じゃないってところが個人的にはすごくいいなと思ってるので、外遊びだとかキャンプだとかそういった場面でもガンガン使えるし、街でもすごくクリーンでシャープな感じがですね漂っているので、これはぜひ皆さん改めてチェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではですね、無印良品さんのですね銀座店にお邪魔をしまして、春の新作の中から僕が注目しているものをですね、かなり多くの数を上げてしまった結果、もう開店ギリギリになってしまったという形なんですが、非常に魅力的なものが多かったですね。まだまだご紹介したいものたくさんあるので、まあ、今後の僕の動画の中で単品で皆さんにご紹介ができればなと思います。まあ、僕は銀座店結構何度も来ていて着慣れてるんですけども、まあ、非常にですね売り場の面積も大きいですし、大人の男性がこうゆっくりと買い物するには素晴らしい空間になっているかなと思うので、ぜひ皆さんも店舗の方にもお邪魔していただきたいなと思います。ちゃんとこう無印ラボもありますし、通常の無印さんのねラインナップもちゃんと揃っていますので、ここに来ればもう間違いなくいろんなものが揃うかなと思いますし、あとは皆さんぜひお近くの店舗だとかオンラインも含めてお買い物楽しんでいただければなと思うので、春夏以降の無印さんも本当に注目かなと思うので、改めてぜひ皆さんチェックしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。